ビッグローブはビッグローブ株式会社が運営するインターネットサービスプロバイダの一つ。リモートホスト名はメッシュ .ad.jp。ビッグローブはインターネットプロバイダーであり固定インターネット回線、モバイル回線の提供だけでなく、ポータルサイト、クラウドホスティング等、インターネットに欠かせないインフラ事業を提供している。ビッグローブの由来は大きな地球という意味で、 ビッグとグローブを合わせた造語。シンボルマークは水の惑星で通称ビップル。1996年7月24日、日本電機が運営していたインターネットサービスプロバイダであるメッシュ、パソコン通信サービスである PCVAN とコンテンツ配信サービスであるサイバーアップラザを統合しサービス開始。1999年に 既存のメッシュ及び PCVAN 会員はビッグローブに移行された。2006年7月3日に NEC の一部門だったビッグローブ事業本部を NEC ビッグローブ株式会社として分離独立させたが、その時点では引き続き NEC が筆頭株主であったため NEC グループに属していた。この時同時にロゴも変更された。 2007年3月末の時点でサービス会員の合計が1663万人。会員限には至っていないものの、競合相手の大手プロバイダ他社と同様、以前ほどの勢いで増えてはいない。2007年に公表された中期戦略計画によると、FTTH のユーザー数は10.7%と2位につけていた。NTT の公式発表が11月現在で、 加入者1000万人と公表していることから、日本国内での FTTH における ISP 事業では100万人超で2位のポジションにいたが、2010年3月には NTT プララに抜かれ、第3位となった。2015年3月現在、FTTH の事業は会員数が200万人で、OCN、NTT プララに次いで3位の地位を占めている。 2013年10月に報道各社が大株主の日本電機が株式を売却すると報じた。NEC は報道時点では決定事項はないなどとしていたが、2014年1月30日、日本産業パートナーズに同年3月末頃に NEC が所有する全株式を売却することを発表した。ブランド名やサービスは継続される。発表の通り、 2014年3月末をもって NEC は保有株式を日本産業パートナーズに売却し4月1日付で社名をビッグローブに変更して NEC グループを離脱した2016年12月8日に KDDI が日本産業パートナーズから保有株式を2017年1月末をめどに総額約800億円で取得し 同社の完全子会社化することを発表した。2017年1月31日に KDDI が経営権を100%取得し、KDDI グループ会社となった。2004年にはオリジナルのコンピュータゲーム、レッツ、ハマジャヤを開発し、ダウンロード販売専用で提供するという実験的な試みも行っていた。また、ビッグローブストリームにて UHF アニメなど、 放送されたアニメ動画の配信も行っており、2010年にはオリジナルアニメ、ゆとりちゃんの制作、配信も行っていた。携帯ビッグローブは携帯電話向けの検索、動画、着信メロディニュース、コミュニティ、占いなど各種コンテンツを無料提供していた。2009年にはツイッタークライアント、ツイップルをリリースした。PC 向け Web クライアントのほか、 携帯電話端末やスマートフォン向けアプリ、画像投稿やトレンド情報などのウェブサービスを提供しており、日本で普及しているクライアントの一つであったが、2017年10月31日サービスを終了した。ツイップルトレンドについては継続するとしている。また、2004年以降、ブログサービスのウェブリブログを運営している。仮想移動体通信事業者として NTT ドコモの、 通信網を活用した高速モバイルデータ通信サービス。LTE 接続時下り最大 150Mbps の高速通信と 3G 接続時の接続エリアの広さの双方が享受できる。2017年9月、サービス名称をそれまでのビッグローブ LTE3G からビッグロ l o b ー m o に変更したことを発表した。 2017年2月20日発売中の端末以下は過去に提供されていて現在は新規提供を終了した端末ビッグローブワイマックスとはビッグローブ株式会社が提供するモバイル Wi-Fi ルーターサービスビッグローブの接続サービスを利用しているユーザーは毎月の利用料金を200円安く利用することが可能また口座振替えに対応している数少ないワイマックス。 提供会社の一つで、その中でも、最安で利用することができる2019年9月時点で、選べる端末は、モバイルルーターが WX05、W06、ホームルーターが L02 と、全3種類。NEC ビッグローブ株式会社の設立について、NEC プレスリリース ABNEC。 ビッグローブ売却検討月内に一時入札も産経ニュースに2013年10月10日 NEC。ネット接続業者のビッグローブを売却へ。イコール関係筋ロイターに2013年10月10日 NEC。ビッグローブ売却へ。イコール。ネット接続司会社、資格入札時事 .com2013 年10月10日。ABNEC。ビッグローブの売却について説明。 ブランドやサービスは当面そのまま継続。インターネットウォッチに2013年1月30日。KDDI によるビッグローブの子会社化について、KDDI 株式会社。 http://news.kddi.com スラッシュ kddi スラッシュコーポレートスラッシュ newsr e lease スラッシュ2016スラッシュ2スラッシュ08スラッシュ1 9ドット html 年月閲覧本社移転のお知らせプレスリリース2015年2月6日 ツイップル今日終了画像ダウンロードは11月まで。IT メディアニュース2017年10月31日。ビッグローブの格安シムに、エンタメシム、特定の動画、音楽サービスを制限なく楽しめるオプション付き。新プラン。マイナビニュース。2017年9月29日閲覧。ありがとうございます。